始まりました。ちょっと待って、携帯いじんなってお前。びしょびしょ。よっしゃ。ナイスです。3878ゴールしました。武田のさ、武田の初フルだったからさ、一緒にゴールしたかったのに。プロジェクトゲーム。風さ、はい、結構あります。強いよね。はい。総さん今日何時起きなんですか。今日ね、何時だっけ、なんだかんだで12時に起きたちょっと遅かった。2日前にさ、はい、ヨシキと朝3時まで飲んで、酒飲んだ後にさ、チャーハンとおにぎりとカツサンド食ったのよ。昨日朝起きたら顔パンパンでさ、なんだこの顔って、アンパンマンみたいになってて、このパンパンな顔どうしようと思って、3時間ぐらいね湯船に浸かって汗出してた。ラップの時間を削ってまでラップを考える、そうっすね。This is 自分が演じる物語。はい。This is 自分が演じる物語。チープなエンディング望まない。OTT 見せる白チューム。もうじき乗るなヤフーニュース。あ、もうちょっと待って、水買おうか。This is 自分が演じる物語。チープなエンディング望まない。 OTT 見せる白チューム。もうじき乗るなヤフーニュース。今は45分ぐらいです。いやこれやばい。頑張って。これありがとうございます。めちゃくちゃ面白いなこれ。僕の前の一言もいいですか。ちょっと集中していきます。はい、はい、頑張ってください。はい、終了です。どうでした、アップした感じ。両足の伸縮がね、全然治ってない不穏な空気。いや不穏な空気だね。温まりますか。いや、温まった温まったけど、あの練習しすぎてさ、はい、直前に、はい、全然足重い。挑戦ミスった。今日なんか YOSHIKI さんと武田さんには何か言われたんですか。何にも言わないです。管理官も渡されて、頑張れ、あいつは俺の何だろう。ああ痛い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 。あ、やばい、マジこれ武田に追いつけねえな。これ目標クリアしたら何かお願いしたいこととかないか。高校セッティングしてほしい。忘れねえからな、誕生日に合コンで俺だけ持ち帰れなかったこと。ヨシキとミツカだけ持ち帰りやがってよ。皆さん、軽くなってる。体格と全然違う感じの足の回り方してるから動きは覚えてんだよな。ほらほら、これ動きいいんだよ、ね、足動きいい、足いい、ね、基本であれ天才肌だから、ほら見てあれ、うん、足運び綺麗ですよね。そうなんだよ、そうなんだよ、さすが近藤幸太郎がね、憧れただけあるよ。テンスの塊だわただ太ってるだけで。プロジェクトゲーム、お願いします。
私文字送ったよ。あ、私文字送距離を走らないでいってくれて、おおおお、抜いてる抜いてる、おお、ちゃんと50ぐらいで入ったかな。トシさん、ファイト。1200終わり、まあ、そこまで風のきつさはないのかなって感じですね。トシさん走るのが上手くてインレーンずっと攻めてるんで、まあ、それもいいですね、まあ、そのまま第二集団の先頭の後ろについている感じがいいかなと思いますね。先頭だいたい3分51秒3ぐらいで総地さんの第2集団行きました。総地さん改めて見るとやっぱこれで、あ、おーすごいすごいすごい、来た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 、総地さん第2集団先頭引っ張って、ファイト、ペースアップ。ソウさんまさかの2400でペースアップです。おお、すごい。第一集団まで行きますね、多分。ね。はい。遅かったんかな。遅かった。多分さっきの。第1集団吸収しました。高橋総選、やっぱ湘南の神は中間層に強いですね。2800ですね。第1集団です。 3000m ですね。お、11分27で 3000m を通過しました。だいぶ7m第6期に到着。おお、父さん頑張れ。あ、でも全然フォームも変わってない。推進力が生きてますね。前に出た前に出た前に出た。あれ、みんないらなかったんじゃないですかね。あー、確かに一人だけ取られてた。そうっすね。あれ、デブ汗じゃないはずだ。うん、あ、これか。畑はこの高さ。お、ペース。そうしたらラスト700頑張れ。そうしたらあと1周です。ラスト1周ファイト。バーストできるか。ラスト 100m。 うわ、吐きそう、吐きそうになってる。ソウジさん吐きそう、大丈夫か。あー、頑張った、お疲れ様です。うわ、倒れ、うごめいてる、うごめいてる。3分40ギリぐらい。じゃあ途中からどんどん動き良くなってたもん。ああ、
つかったっす。マジで。ベスト18分台でよろしくね。そうっすね。俺だよ。第一集団に行った時はマジで痺れました。ペースがゆっくりだからさ、なんか前に出るのとか難しいんだよ。足絡まっちゃうし。本当ね、あと1キロ第二集団についてきたかったんだけど、ちょっと甘えちゃってるなと思って。大満足です。いや、良かったです。ヨシキさんとあの、はい、TKD さん、今いわき、はい、サンシャインマラソン。ちょっと電話してみようぜ。じゃあちょっとあの電話かけるんで。あれ、じゃあヨシキさんに電話かけます。出ない。出ねえよ。おもろすぎだろ。